やあ、キャンディ。あ、アルバートさん。アルバートさんがどうしてこんなところへ。アルバートさん、早く隠れて。こんなとこ見つかったら大変よ。キャンディ、僕はもう隠れる必要はないんだよ。僕の本当の名前はウィリアム・アルバート・アードレー。ウィリアム・アルバート・アードレー。そう、僕がウィリアム王子様の正体だよ。アルバートさんがウィリアム王子様。すぐには信じられないかもしれないが、僕を王子様に仕立てたのはエルロイ大叔母様なんだ。エルロイ大叔母様。僕の両親は早く亡くなってしまったので、僕は幼くしてアードレー家の後を継がなければならなくなった。でもアードレー一族の当主としては幼すぎる。そこで僕の父の姉であるおばさまが僕の後見人として盛り立てることになったんだが、僕はアードレー一族の当主となるよりも自然の中で動物たちと一緒に暮らす方が好きだった。ああ、アードレー家の跡継ぎと回ろうものがなんてこと。これではアードレー一族の行く末が思いやられます。そこで大叔母様はアードレー一族の威厳と統制を保つために僕を王子様に仕立てることを考えついたんだ。そしてこのことはアードレー一族のごく限られた者だけの秘密にしたんだ。いいですか。このことはウィリアムが成長してアードレー一族の当主となるまで秘密です。絶対他の者に知らせてはなりません。そしてジョルジュが僕の後見人として僕の世話をするようになった。ウィリアム王子様がアルバートさん。ウィリアム王子様がアルバートさん。アルバートさんとウィリアム王子様。どうしたんだい、キャンディ。私ウィリアム王子様ってもっとヨボヨボのおじいさんかと思って。みんなそう思ってたらしいね。あのステアやアーチーたちも。ステア、アルバートさんが。アルバートさんがアドレー家の当主なら、どうして、どうしてステアのお葬式に。僕も出たかったよ。そしてみんなと一緒に祈ってやりたかった。でも僕がウィリアムだと発表するまでは出ることはできなかったんだよ。みんなのわからないところでそっと手を合わせるしかなかった。